せるエモンが詰まった時の直し方。まずはぐぐーっと襟を引いて余裕を持たせます。これで完成ではなくて、元に戻らないようにもう少し手を加えていきます。まずは長襦袢からです。腰紐のすぐ下あたりの背中心を引きます。次に肩甲骨の延長線のところをキュッキュッと引きます。最後に着物のおはしょりを引いていきます。この時おはしょりが崩れないように気をつけてください。はい、これでバッチリです。なんということでしょう。こんなにもピンと立っていたエモンが美しい素敵なエモンに生まれ変わりました。困った時はぜひやってみてね。